マイクテスト、マイクテスト、まもなくリハーサル始めます。演者さんおよびスタッフの皆さん、準備はよろしいでしょうか。はい、はい。ではオンタイムで開始します。演者の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。まだ心の準備が。田村さん落ち着いて。今のは1ベル、本番の前になるやつ。そうです、もう1回なったら本番の合図です。おお、山田ちゃん、先輩風吹かせやがってよ。山田、見て見て、山田動くの邪魔だっつうの。いや、だってこれ前が見えない。皆さんうるさいですよ。お客さん聞こえたらどうするんですか。南ちゃん落ち着いて、これリハーサルだから。あ、そうでした。お客さんはいないけど関係者とかは来てるだろうから気合い入れないとね。ていうか、なんで虎谷さんが気合い入ってるんですか。何よ、出ろって言ったのはみんなでしょ。出るからにはマジよ。虎谷さん似合ってますよ、その衣装。女優さんみたい。みたいじゃなくって、今日は女優なのよ。じゃあゆりやさんも今日は頑張ろうね。うん、楽しみ。中村さん、大丈夫ですか。なんか尋常じゃなく震えてますけど。大丈夫です、大丈夫です。中村さん、もう一回発声、もう一回発声。あ、綿棒青いな、あいうえお。あ、これはダメだよ。中村さん、楽しみましょう。まずはそこからです。そうです、あ、まずは僕たちが楽しまないとお客さんも楽しんでくれませんよ。皆さん、わかりました。思いっきりおもろいことして頑張りましょう。生意気だぜ中村さん。まもなくホンベルです。それでは大変長らくお待たせいたしました。これより開演です。俺たちもさっぱりわかんないから。どういうこと、どういうこと。
ご紹介が遅れました。私この映画でメガホンを取らせていただきました監督の堂林明でございます。堂林明監督本人ですか？初めて見た。ちょっと待ってください。じゃあこのおじさん、このおじさんが堂林監督じゃないの？それは正直のおっちゃん佐々木さんだ。私の右腕として長年頑張ってくれた、いわば演出のプロだ。その方なしで今の私は成立しなかったと言っても過言ではないと。だから審査員に重みがあったのね。納得できるか。ちょっと外に向かって団結、友情、信頼、情熱、恋愛がなかったのは今回残念だったが、オーディションから今日までの奇跡を一つの作品に仕上げたかったわけだ。それを今この会場で皆さんにご覧いただいていたというわけだ。カメラがあったのは稽古場だけです。やましいことは何にもしない。休んで。ユウ、気づかなかった。おい、この大きいカメラついてる。何が、かりやすいとこにカメラついてる。あー、ブラックス、細かな表情を拾ったり臨場感を出すのに手段は選ばんよ。マジかよ、ギリギリだな、この人ギリギリ。アウトの方な、監督。あ、そうです。でも私たちそんなドラマチックな日々っていうのは過ごしてないように思うんですよ。そう思うかい、そう思うかい。君たちにとってはそうだったかもしれない。だが見てみなさい、お客様のお顔。とても素晴らしいお顔をしていると私は思いますがね。知らない者同士が集まり出会い、一つの目標ができ、一丸となって向かっていく。平凡に生きているよりはとても特別な日々、とてもドラマティックな日々だったと私は思いますがね。特別。皆さんはどんな気持ちでベルを聞かれましたか？本番のベルが鳴り、鈍調が上がるその瞬間、何を思いましたか？私はすごく緊張してました。何でも触れてます。いや、私もですよ。でもどこか楽しみっていう気持ちもある。あ、はい、僕もです。昔から緊張しないタイプで、嬉しいとか楽しいとか。山田ちゃんは案外肝が座ってるからな。俺はそうだな、寂しかったかな。あ、私も寂しかったもうこれで終わるんだなって、もうみんなと会えなくなるのかなって。なんだかんだ集まって稽古してんの楽しかったもんな。ね、今日でみんなとお別れかと思うと寂しくなってたかな。おばあちゃん入院してそのままって言ってただろうが。あれですか。
あれ、ばあちゃん美容整形したんですよ。あれで一重から二重に。ばあちゃん昔から美意識強くって。ばあちゃん水筒よ。えアホじゃねえよ。あんな言い方したらな、誰だって勘違いするよ。おばあちゃん死んだんだって。ああ、そうちのマネージャーも来てやがる。お前騙しやがって。覚えとけよ。後で事務所の立て直しにこき使ってやったらな。わーわー、いいじゃない。私も後で社長にお礼言っとかなきゃ。私もですよ。こんなに素敵なお仕事生まれて初めてです。これからも頑張れそうです。じゃあ事務所に行ってきます。よろしく。照れるな。ありがとうございます。あら、ちょっとおめでとうございます。中村さん、それあなたにじゃないんじゃないの。ほら、ここに斉藤さんへって書いてあるじゃない、はい、誰かスタッフさんじゃない。いえ、合ってますよ。あの方は昔の知り合いでしたよ。私、親の都合で昔、名字が変わったんです。斉藤は私の旧姓です。何ちゃんって旧姓で、昔、元々は港区に住んでたんです。でも、小3の時、親の都合で転勤になって、その時に。じゃあ、やっぱり斉藤くん、カラくんなの。まさこ、カラくん、まさこ、カラくん、まさこ、イチャついてます。なんか、なんて言うんだ、世の中には面白いこともあるのでもですね、私たちも面白いこと作れたじゃないですか。あ、みんなどうするの今日のこの舞台。なんかもうお役ごめんって感じだよな。いやいや、ここまで頑張ったのにそれはないですよ。もうあとはもう君たちの好きにやってくれよ。いや、好きにって言ってそんな勝手な。やりましょう舞台。なもん、どこで。どこでだっていいじゃないですか。このみんなならどこでだってできます。いっそのことこのメンバーで劇団を作って公演しちゃいましょうよ。見たら絶対やる気です。私も乗った。はや、まあまあ俺のスケジュールの開けてください。あ、僕ももちろんやります。もちろん私たちもやるわよね。カス、はい。みんなでする。おー、劇団の名前どうしますか。なんかかっこいいのがいいですよ。横向きの子が面白い、面白いやつだったの。パニー、パニー、パニー、パニーグループ。おい、これこれ会社の名前についてる。君たち、お客さん置いてけぼりだぞ。いいか、まずは君たちのことを応援してくれているお客さんに挨拶をしなさい。あ、そうですかね。挨拶ね。はい、一列に。このラインね。はい、田辺さん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 、行っとく、早く行ってください。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。今日ご披露できなかったこの舞台はまたいずれ必ず別の機会を設けて皆様にご披露いたします。その時はご来場いただきますようよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。すいません、監督、監督、なんて賞金の件ってどうなるんですか。ああ、そうだそうだそうだ。主役になったら1000万円ってやつですよ。ああ、1000万。この際さ、誰か主役でもいいよな。いいよ、確かに。全然変わんねえよ、誰でも。できればその1000万円使って新しい劇団の発射部資金にしたいと思います。来月末ぐらいですか。来月末だ。あれね、1000万円じゃ2、3ヶ月はかかりますからね。あれね、歯切れ悪いぞ、歯切れ悪いぞ。何ですか。あれね、用意してたんだよ、用意してたんだよ、
キャッシュね、用意してたんだけど、君たちがほら動き出すのが遅いからほら編集作業がこう後から後からバン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 かかっちゃって、もう資金がジャブジャブ流れてね、もうまあ、割と残ってない。ジャブジャブね、ジャブジャブジャブ、それとこれとは関係ないんじゃないの。顔出してないでしょ。あとよろしく頼む。いやお金のことをはっきりしなさいよ。僕たちこの一座のことがみんな大好きで、仲良く、まあ、時には喧嘩もしてたりするような、まあ、一座なんですけども、まあ、それでもこうやって最終的に面白いことをするっていうのが大好きなみんなだけで作ってるんで、それがまあ楽しいんだなっていうふうに思ってもらえれば本望です。それだけの作品でした。楽しかった。あ、よかったよかった。みんな演者が一番楽しくしてくれてるのが今日僕はすごく嬉しかったので、まあ、それが少しでも伝わって何か何か違う糧になればいいなとは思っております。締める、はい、綺麗に締めましょう、うん、告知ある人も大丈夫。あ、3月、そうだ、定期公演、定期公演、3月の定期公演が同じここ淀川センターで、3月の2週目かなんかの土曜日だか日曜日だかにまたあります。またあの広告等を、掲示するので、また興味ある方はご覧ください。さっきの舞台の続きあるの？やんないよ。なんだよこれ、どう収集つけんだよこれ、パニックだよ。あとすみません、あのお手元にアンケートがあると思うんですけれども、あの書くのが億劫なのは重々承知の上です。ただ一言だけでも書いていただけましたら、あの今後の座員の活動の励みになりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。ではあのいいですかね。じゃあ僕たちはあのお見送りのためにエントランスまで移動させてもらいますんで、まあ、時間あるのでゆっくりあのアンケートの方書いてもらって、ゆっくり退場いただければ幸いです。締めます。本日は本当にありがとうございます。いいタイミング。